はい、お疲れ様でした。まず手をつきまして、火箸を2本抜きます。正面が11時としますと、1時の方向に火箸を置きまして、そして1センチぐらいで這うようにして S 字を書き、真ん中から体ごと起こすようにして少し上に向けます。そしてこの時だいぶ上がっていたので少し下げてください。左手を引きまして、右手を上にかぶせ、左手を持ち替えて手をつき、そして置きます。このぐらいに中へ押し込みますね。オンラインでの茶道お稽古、初級から奥手まで対応しております。遠方の方、海外在住の方、教室でのお稽古と同じレベルで上達します。実証済みです。さらに上達したい方にもおすすめです。公式 LINE 会員募集、奥伝、奥秘伝の情報、幻のお手前のライブ配信、イベント情報等、登録は無料です。充実したお稽古ができます。茶道のお稽古は毎週火曜、水曜、木曜、土曜、奥伝のお稽古は月に7回、奥伝花月は単発お稽古も歓迎いたします。花月会、茶事源氏物語、
着付け教室、懐石料理教室、和菓子教室、その他カウンセリング等、投資能力養成クラス、目に見えない心の波長を知ることで人間関係、夫婦関係、恋愛等に役立ちます。